こんにちは、ニューヨークファンクフュージョンの高田です。40代半ばにかかってですね、私も本当に肩周りが硬いなっていうのを、例えばね、ストレッチなんかしてても肩が以前より動かなかったりとか、ゴルフをしてても、肩がね、全然回らなかったりとか、するようになってきました。このままいくとですね、本当に60代、70代、80代の時に体が動かなくなるなと懸念しています。メンテナンス、これから日々大切にしていきたいと思います。それはですね、前回は体のローテーションのテストと、それに対してのエクササイズを紹介しました。今回も同じなんですけども、ちょっと変わった感じで、紹介したいと思います。前回はね、手を前に置いてこう回してくださいって言ったんですね。今回はですね、ちょっとこう伸展、伸ばした状態でどんぐらい回るかテストしていきたいと思います。同じですね、前回の動画を見てもらった方は同じです。足を揃えて座ってもらって、今度はね、棒何でもいいです。どんな棒でも構いません。ほうきでもいいですし、ゴルフクラブとかもしかしたらゴルフクラブでもいいです。肩の後ろにこうやってね、持っても来てもらって、この状態で、さ、この間と一緒ですね、この状態でどこまで回りますかと。で、結構ね、この前回は手を前にハグした状態で回してもらった。今回はこの後ろに回した状態でどんだけ回るかで、これ結構ね、回り方が違ったりする人がいるんですね。はい。どんぐらい回りますか。45度ぐらい回ればいいと思うんですけれども、結構中にはね、あれ全然動かない、動いたと思ってもこう足がね、骨盤とかぐにゃっと曲がってたりとか、足と骨盤がピタッとした状態でどこまで自然にね、無理しないでくださいね、自然にストレスなくスッと回るところまででいいです。どこまで回りますか。スッと回るとか、僕もね、結構いかなくなってるなと本当思っています。なのでね、これがね、あれ全然動かないとか、動いたと思ったら骨盤とかも全部動いてるとか、こう斜めになってるとかいう方結構おられます。なので、そういう方はね、ぜひこの次紹介するエクササイズをトライしてみてください。はい、そうしましたら、エクササイズを紹介していきます。前回はね、ちょっと違った形なんですが、今回はまずチャイルドポーズ、ヨガで言うチャイルドポーズになりましょう。こんな状態ですか。はい、そしたらですね、この状態で右のローテーション、回転を上げていきたいときは、左の肘をポンと置いちゃいます。はい、そしたらこれでいいです。で、こっからですね、この状態でもし肩の可動域に問題なければ、首を支えてあげてください。首を持っちゃいます。はい、この状態で肘は下にちゃんとグッとした状態、できるだけお尻はね、下にこうつけた状態、つかなかったらいいです。この状態でもこんな感じでふーっと体を回していきます。本当、右肘を天井の方にぐーっとこう、向ける感じですね。で、この状態で結構ストレッチ感じます。僕は肩甲骨周りとか結構力を使ってますし、腹筋とかにも結構力入ってます。この状態で深呼吸をね、3回から5回していきましょう。はい、これで、いいと思います。あまり無理しないでください。結構力ずくでやろうとすると、何ですかね、スパズム、痙攣を起こしたりとか、首がつってしまったりするので、あくまでも自然に行くところで、呼吸を使ってうまく可動域を開けるような感じにしてもらえるといいと思います。ちょっとね、前からも撮ってみましょうか。こんな感じですね。はい、チャイルドポーズになります。今回はじゃあ左のローテーションしましょう。右の肘をグッと下に押します。はい、左手で首を支えてあげます。このままグーッと左肘を天井の方に向けるように、グーッと、で、ここで深呼吸します。初めやった時に結構ね、この辺までしか行かないっていう人もいると思うんです。大丈夫です。ちょっとずつちょっとずつやっていきましょう。無理をしないでください。そしてもし肩に問題があって、こう頭持てないよっていう人だったら、別に頭持たなくてもいいです。こういう感じで首じゃなくて頭持ってもらってもいいですし、もしそれが無理だったら、この手を後ろに回してもらっても大丈夫です。なので、ちょっとね、その肩の可動域の問題があって首をつかめないっていう人は、ちょっとアレンジしてもらえればいいと思います。
はい、いかがでしたでしょうか。結構いかない人いるんじゃないですかね。僕もね、初めやった時にあれっていうぐらい、本当はね、この肘がぐっと天井の方まで垂直にパッと上がるぐらい行きたいんですけど、やってみると意外といかないので、これもちょっとずつ私もやっていきたいと思っています。肩周り、この胸骨周りの、ね、可動域が狭まってしまうと いろんなところに影響します。もちろんその肋骨がついているので呼吸への影響もしますし、ここが動かないと腰や股関節に負担をかけて関節炎を引き落としたりとか、ね、胸骨は肩の土台でもあるので、ちゃんとこの辺が動いてないと肩痛や首痛などの原因にもなります。なので、もしね、今回やってみてあれ結構動いてないなと思う方は、ぜひぜひこのストレッチエクササイズやってみてください。決して無理しないでください。もしね、姿勢に無理があるとか、あ、この体勢大変だと思うんだったら、ちょっとね、違った形でも紹介できると思いますので、無理はしないでください。今回もそんな体では年を取ってから動けなくなりますよシリーズをお伝えしました。ですね、もしよろしかったらチャンネル登録、そしてコメントなどをいただければと思います。ニューヨークからお届けしているファンクフィジオの高田でした。